二条山は、富山県の高岡市と氷見市にまたがる、標高274メートルの山。雨晴れ海岸などの近隣の景勝地と共に、能登半島国定公園を形成する。山頂は二つの峰に分かれ、東方が頂上となる。かつて山頂に、伊水神社があったが、明治の初めに、現在の高岡城市へ移された。 二条山の名は、現在の二条山と西隣の城山を二柱の神に見立て、二神山と呼んだのが語源であるとする説がある。正式な読み方は、二が三山だが、地元富山県内では、親しみを込めて、二が三山とも呼ばれている。高岡市の中心市街地から5キロメートルほど北方に位置する。西側に城山、東側に八瀬山、北側に、 大志が竹がある。二条山を中心に二条丘陵と西山丘陵が連なり、高岡氷見市境から小矢部市にかけて山々が連なっている。二条山の地質はほとんどが砂岩と低岩からなり、ゆっくり山体が流起していったことでなだらかなドーム構造をしている。山麓の神代地区では天然ガスを産出し、現在は温泉に利用されている。 二条山の頂上に立つ祠が、日吉社。通称、奥の午前二条山からは、高岡市と伊水市が一望できるほか、立山連峰や富山湾なども眺望することができる、ため、高岡市を代表する観光地となっている。庭山マハラインという全長約 8.5km のドライブコースが山肌を東西に縫うように整備されている。ただし、冬には、 積雪や凍結のために閉鎖される。二条山の山頂へは、二条山万葉ライン沿いの御前下駐車場から遊歩道を登っていくことができる。山頂に、越中総鎮守一宮伊水神社の拙者、日吉社、二条山公園万葉植物園に同じく、伊水神社の拙者、悪王寺社、山麓の二条団地にも同じく、伊水神社の拙者、院内社がある。二条山は、 歌枕としても知られている。歌人の大友やかもちは、越中国史として、現在の高岡市伏木に赴任した時、二条山を題材にした歌を読んでいる。このため、日吉社の上り口の御前下駐車場の向かいに、大友やかもちの銅像が建てられている。この銅像は以前は、御前下駐車場から少し下った、二条山公園万葉植物園にあったが、1981年頃に、 現在の場所に移設された。ヌルデ、モミジ、桜、コナラ、クヌギ、ホウノキ、マンサク、アカシデなどの虹林としての落葉紅葉樹が広く、見られ晩秋には一体が紅葉する。シャジリンなどに残る原生植生は、暖音性の菓子類と霊音性のブナが混成する。全国的に見ても得意な植生。二条山の日吉社にあるシャジリンは、 標高270メートルと低標高にもかかわらず、ブナが自生する。このブナ群衆は、団地製樹木の赤菓子と混成するなど産地帯の、ブナ林と異なる特徴を持つことから低地型ブナと区別して呼ばれており、二条山の他には、富山県のうなずき町内山、栗から峠のみで見られる、珍しいものである。上山には、 コミュニティ放送局であるラジオ、高岡の送信書が置かれている。なお、高岡市などに電波を送信するテレビ中継局に、高岡二条テレビ中継局があるが、これは大使が竹に置かれている。ありがとうございます。